最善を尽くす。それだけだ。待ちに待った。決まっている。この決戦でも無論一番槍は終えない。決勝打ち取った。おじゅうは生還を決め込んでるけど、俺はあいつを超えたいんだ。あいつ出てきたか。徳川のために撃たねばならぬが。やはり一番槍は直政か。さすがよな。最善を尽くしたまでだ。終われない。新入り、死すら覚悟した好敵衆相手に半端な戦をしたものだが、お前は常に最善を尽くしてきたはずだ。どんな戦でも、どんな敵でも。それで俺を励ましてるつもりですか。いえ、感謝しておきます。よくやった。この勢いに乗り勝利をつかもうぞ。左近は三成の側近、撃てば形勢はこちらに傾く。やれやれ、人気者はつらいね。かかれかかれ、東軍の連中すべて打ち果たす。いつまでも好き放題させておくものか。西軍の鬼は井伊の若鬼が止める。開門。敵本陣に続く足場を取る。あえて守りの堅い砦を狙うのか。義継にしては任しとけ、任しとけ。無謀な攻めだな。大谷義継、奴も侮れない。心してかからねば。おお、どうか貸せよ。この砦を敵に渡してはならぬ。義継、読めたぞ。南の進攻は陽動、敵の本命は北だ。本陣北に兵を回せ。さすがだな、高虎。不自然な流れを見抜いたか。高虎と義継、手の内は互いにお見通しか。
その新兵でも戦わなければならない。このままでは本陣が危ない。加勢してくれ。最善に尽くしたまで。お手当てをしたらまた暴れますよ。敵将討ち取った。渡しとけ。最善を尽くしたまでだ。義継を捨ておけば被害が大きい。小早川を寝返らせ一気に畳みかけよ。この大筒が裏切りの合図か。遅かったな。小早川に対する備えは万全だ。家康、一気に畳みかけさせてもらうぞ。吉川殿、動かれる。驚いている暇はない。今は味方を救う。それが最善だ。最善を尽くしたまでだ。敵将討ち取った。義継は松尾山に陣取っている。あいつがあの用地にいるから東軍は勝てない。義継、俺は勝つためには何でもするぞ。全軍、松尾山は捨ておけ。三成を狙え。開門。あからさまに俺を誘っているな。だが三成を狙われれば出ざるを得んか。義継の疑心を逆手に取った見事な策。おそらく義継は出てくる。そこを撃つ。三成は撃たせぬ。命に代えても止めてみせよう。開門。ついに義継が出てきた。奴を追っても東軍の勝利は確実だ。三成、すまぬ。撃たれた。義継が！義継さんがやられちまいましたが。だが勝機はまだある。家康を撃て！叔父上、この戦は西軍の負け。でも島津は勝たなきゃならない。東軍本陣を脅かした後に撤退する。島津の恐ろしさ家康に刻みつけてやれ。もう俺に迷いはない。徳川のため島津を撃つ。敵将
討ち取った。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。敵将討ち取った。敵将討ち取った。ガキどもより先にくたばるほど汚れてはおらぬわ。お前と最後に戦えて嬉しい。全力で応えてくれってありがとな、こってきし。どうか生き延びてくださいよ。サコ、まずサコ！サコ、義継、豊久、敵ながら見事だった。あとは三成のみだ。皆で勝利をつかみに行こう。もう一人で突っ走らないのだな。寂しいぞ、新入り。この少年まで冗談はやめてください。無駄口叩いていると置いていきますよ。開門！直政と忠勝が手を携えておる。徳川の世は太平の未来は安泰よ。やった、新入り。あの、もういいです。それより見てください、俺たち囲まれてます。